今回は治療に結びつける動作分析の中から歩行時の逸脱運動とその原因についてご紹介したいと思います。では今回ご紹介するのはこちらですね。膝関節の不十分な屈曲についてご紹介したいと思います。で、この膝関節の不十分な屈曲の原因なんですけど、こちらですね、代表的なものがこちらの4項目になります。で、こちら時期としてはローディングレスポンスの時の原因として大腿四頭筋の筋力低下というものがあります。このローディングレスポンスの時期というのはこちらになるんですけど、要するに測定を設置して、荷重が加わる時期ですね。そこでこの大腿四頭筋の筋力低下があると、どのようなことが起きるのかっていうことなんですけど、こちらの図を見てお分かりの通り、重心の位置がこの膝関節より後ろに位置しているということで、この大腿四頭筋の筋力の支えがないと、膝折れを生じてしまうということになります。ですので、大腿四頭筋の筋力低下があるときには、この膝折れを防止するために、伸展位で、ローディングレスポンスを行うと、要するに膝をロックしたような状態ですね。それでこう膝折れが起きないようにして、荷重器から立脚中継へと移行すると、そうするとどうなるのかと言いますと、要するに半長膝ですね、この半長膝を助長させてしまうということになります。で、2つ目がこちらの大腿四頭筋の過緊張になるんですけど、この過緊張の場合には、要するに随意的ではなく、付随的に筋が緊張した結果、膝が伸展位となってしまうということで、このローディングレスポンスの時に、過緊張によって伸展位を取ってしまうということになります。はい、これはどちらかというと病態による影響ですね。そういうものになるかと思います。次に誘客初期の原因として、こちら膝関節の伸展筋群の過緊張というものがあります。これも先ほどと同じですね。過緊張ですので、随意的ではなく付随的にしても、膝の伸展位を助長してしまうということで、この誘客期に本来は、膝を屈曲して、誘客期に移行しないといけないんですけど、過緊張によって膝が伸展位のまま振り出そうとするということで、伸展位のまま振り出すと、やはり分回し歩行や、骨盤を引き上げたりといった代償運動につながるということになります。で、2つ目がこちらですね。股関節の屈曲筋群の筋力低下、この誘客初期の時に、この振り出す時に必要な股関節の屈曲の筋肉ですね、それが低下することによって、骨盤なり体幹なりを利用してこう代償的に振り出そうとするというように、過剰な努力ですね、そのような形で振り出そうとしますので、自然とこの膝関節も、無意識のうちに伸展位で、無理から努力的に振り出そうとするということになります。はい、今回は以上になります。